こんにちは、村山です。今日は恵比寿デート参戦ということで、まあ、恵比寿といえばね、デートに行くところっていうイメージ強いと思うんですけど、まあ、実際そのいろんなデートに使われると思うんですよ。彼女と行ったりとか、好きな子と行ったりとか、まあ、はたまたなんか怪しい関係の人と行ったりとかってあると思うんですけど、今日は割と健全めな感じのデート参戦をご紹介したいと思います。まあ、恵比寿近辺に住んでるメグさんに私が行ってみたい店っていうところでチョイスしてもらいました。お願いします。はい、よろしくお願いします。1店舗目はリグニスですね。東口から徒歩5分ぐらいの場所にあります。で、外からも外観からも、ガラス張りで中の様子が見えるんですが、外歩いててもすごいおしゃれな雰囲気なので、はい、入ってみました。やっぱ外見、外からね、中見えちゃうとね、怪しいデートには使えないですよ、こういうところは。そうですね。はい。でもいいか、ね、めっちゃいい感じですね。道路沿いなんで。はい。すごいおしゃれなんですよ。なんか意外と席近いんですね。席ですか？席と席の間、なんかざわざわしてたりするんですか？そうですね。でも席自体はそんなに近くないんですけど、割となぜか声がこもってましたね、店内に。ちょっとあれか、近寄って喋っていくみたいな感じか。はい、なるほどね。そういう感じでこもらせるのかな、謎っすね。なんですかね、年齢層も割と大人な感じなので、20代後半から30代ぐらいのなので、そんなにね、皆さんうるさいわけじゃなかったんですけど、感じました。でも価格帯的には結構あれなんですね、なんかこう中間くらいなんですね。お手頃でもない、お手頃すぎず、超 高くなさすぎずみたいな感じで。パスタ1500円とかそのぐらいです。なんか一番これくらいの金額がいいですよね。行った時になんかあんまりにも安いとさ、なんか安いなみたいな感じになるけど、高くてもさ、なんかこう、何頼んだらいいのみたいななるし。頼みづらくなる、ね。そう、頼まれても困るわみたいな時もあるしさ。そちらもですか？そう。めっちゃ盛り付け綺麗だね、こう。はい、すごい可愛いですよね。そういうところもやっぱり女子が上がるポイントですね。ああ、やっぱ上がるんですね。これやっぱあれなんですかね、こう季節に合わせて食材選んでるんですかね。春だからイチゴみたいな。そうですね。さっきのチーズの料理は季節の果物と合わせる。食べるみたいです。すごい、でもパスタもあれなんですね。肉が本格的な感じで、なんか。はい、お肉おすすめなんですかね、もしかして。このお店お肉がおすすめで、薪で焼いてるみたいです。ああ、薪で焼いてるんですね。特に回転式で。ああ、なるほどなるほど。ありました。それね、僕ね、イタリアンとフランス料理の見分け方で気づきました。はい、薪で焼いてるところはイタリアンですよ。あ、なるほど。最近。いや、わかんないですけど、でもなんかイタリア料理の店って薪で焼いてるってみんないません？なんかわかんないですけど。そうなんですか。だから今まで紹介した店も大体なんか美味しそうなところは薪で焼いてるんですよが推しだった気がします。それに対してフランス料理は薪で焼いてるっても聞いたことがなかったんで。あ、そうですね。すいません、なんか薪トークになっちゃったんですけど。お肉も本当に柔らかかったです。めっちゃ美味しそう。はい、ちょっと行ってみたいです。はい。次は何ですか、これ。裏恵比寿。はい、裏恵比寿ですね。恵比寿の西口から五差路の方に代官山方面に5分ぐらい歩いた場所にあります。あの辺が裏なんですか、恵比寿の裏と表で言うと。おそらく裏なんでしょうね。なるほどね。はい。逆だと思うんです、俺。そっち側が表だと思うんです。東口の方が裏ですか？そうかなって思ってたんだけど、まあいいや。どんなお店なんですか、ここは？ここは自然派のお店でして、ワインがおすすめですね、ドリンク、で自然派っていうとあれですか、オーガニックとかビオとかそういう感じですか？はい、全部、はい、オーガニックワインでした。はい、でここはなんかハイボールがないので、ハイボール好きの方はちょっと注意してほしいです。なんか珍しいですね、ハイボールないなんて。でも頼んだらあるんですかね、メニューにはなかったです。どういうこと、頼んだらあるって。まあウイスキーとソーダがあればあるんで、ウイスキーがないんじゃないですか、そもそも。ないですね。でもなんかあれですね、さっきの引き続きこうオープンエアな感じの、オープンな感じのお店が好きなんですね、メグさんは。あ、そうですね。なんか自然と選んじゃったみたいな感じ。はい、自然とでした。あ、生ビール、ハートランド、やっぱハートランドなんですね。
なんか自然派なお店って生ビールハートランドなイメージあります。あ、でもハートランドの生って珍しいっすね。よくよく考えてみたら。お、これサーモンですね。あ、サーモン美味しそうっすね。めちゃくちゃ分厚くて。はい、そうなんですよ。なんか思ったよりもすごい厚くて倍がありましたね。これコンフィってことはあれか、あのちょっとなんかな生っぽい感じのだけど、はい、いい感じのいい感じの火が入ってるやつですね。そうですね、うん、この緑のやつなんですか。これジェノベーゼ。ジェノベーゼです。ジェノベーゼにサーモンとかつけたらめちゃくちゃうまそうですね。めっちゃ美味しかったです。うん、あ、すげえでかっ。これタコ、うん、タコですね。すごい大きいですけどね。でもあれですね、なんか自然派系のお店にしては野菜よりこの本体のボリュームが大きいのってありがたいですよね。うん、食べ応えがあるのでいいですよね。うん、だいたい野菜めっちゃ多い感じですもんね。ちなみにこういうこれってあれですか、取り分け系の料理なんですか。あ、はい、取り分ける料理です。こういうのってなんか女子と男子だと最近はどっちが取り分けるんですか。どうですかね、結構最近男性が取り分けてくれることも多いで、多くなります。やっぱね、そういう時代だよね。そうですね、うん、やっぱ取り分けてくれると嬉しいの。嬉しいです。あ、嬉しいんだ。いいよとか言いながら嬉しいです。あ、そうなんだ、うん、ちなみにその取り分けるときにすごい行儀悪くてもたもたしたらすごいバッドポイントだよね、多分。なんか切るの下手だったりさ、うんうんうん、あまりにもだと。まあでも頑張ってくれてるからいいんじゃないですか。なるほどね。でもあれだね、やっぱ切る練習もしといた方がいいですね、男子は。そうですね、事前にね、うん、あ、最後はあれですね、トトラですね。はい、トトラめちゃくちゃいいお店ですよね、ここ本当。はい、本当に、うん、ね、ここは誰が行ってもすごい良かったって言ってくれると思います。そうですよね。なぜかあれですもんね、あのここを撮影の時には紹介してくれなくて、撮影の終わった後の飯で行って、なんでここ紹介してくれないんですかってなった店ですね。懐かしい。めちゃくちゃ美味しいよね、はい、うん、めっちゃ美味しかったです。もっと早く知りたかったです、うん、メインはあれでしたっけ、あれでしたっけ、というか海鮮と中華なのかな。はい、和食と中華のミックスですね、うん、そうだね。このこれ美味しいよね、ガリのやつ。はい、これご飯が入ってないので本当に罪悪感なく食べれます。うん、わ、なんだっけこれ、シューマイだっけ。シューマイです。イベリコ豚のシューマイ。あー、なんかすごい、なんか全部美味しかった記憶あるわ。だって俺この後なんか5回くらい行ったもんね。うん、いいですよね、なんか、はい、あ、いや、恵比寿って本当レベル高いさ、居酒屋ってあんまないじゃん。うん、なんか渋谷は結構あるけど居酒屋レベル高いの、うんうん、逆になんか居酒屋でレベル高いのすごくないですか。すごいですよね、うん、本当にお気に入りです、ここは。これがおすすめだったんだっけ、最後。はい、フカヒレの土鍋です。なんかけご飯でかいよね、フカヒレ、マジ、うん、かったですね。うん、このあんかけのあんが美味しくてね、本当、うん、あれだよね、結構おにぎりですよね。そう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 、すごい美味しかった。なんかしかもご飯残したらご飯おにぎりにして持って帰っていいですよみたいな感じで、はい、お土産にもくれたりするんで、めっちゃなんかあの接客もいいですよね。うん、いいですよね。ちなみにフカヒレが出るって結構ポイント高いんですか。こう例えば出そうだなって思って行くのとさ、はい、あ、これあるんだみたいな感じでのと、サプライズ的に要素ある方がいいかも。はい、ありますね。ああ、うん、つきそうだもんね、メグさん。ちなみにさ、3つ今回紹介してもらったんですが、イビスデート成功法編ってことで、はい、行くとしたらどこが一番おすすめですか。行った後に、あ、もう一回この人とデートしたいなって思えそうな店といえば、やっぱりトトラですかね。へえ、うん、本当に何食べても美味しいので。ああ、やっぱ美味しいってのがポイント高いの。はい、高いですね。うん、高いのと、あとトトラはあのシューマイも一つから選べるんですよね。うん、ここもやっぱりいいなって思います。なんかさ、デートっていうとさ、なんかすげえ単純だから洋食系を選びがちな人多いと思うんですけど、結構和食の方が受けいいんですか、はい、最近は。うん、あとカウン、私個人的にカウンターが好きなので。ああ、はいはいはい、カウンターでしっぽりっていう。なるほどね、いいですね。カウンターでしっぽりがいいとこですね。はい、なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあカウンターでしっぽり、あの和食食べたいときはぜひトトラに行っていただいてっていう感じで。今日もあとリースも遅い時間までやってるので。ああ、はいはいはい。例えば2軒目でも全然すごい素敵なお店なので、迷ったときに行ってみたらいいんじゃないかなと思います。ああ、そっか。それぞれ最初のお店が2時くらいまでやってるんでしたっけ。最初のお店は、はい、2時くらいまでやってて、真ん中のお店は10時までです。10時まで。トトラって何時までやってるの。
トトラ12時。ああ、やっぱそんくらいなんですね。そのぐらいだと思います。うん、遅くまで飲みたいときは、最初のお店に行ったらいいかもしれないですね。そうですね。うん。ありがとうございます。はい、めっちゃためになりました。ありがとうございます。以上、はい。恵比寿デート参戦でした、いいねと思ったことは、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。村山ノートでした。